はい、皆さんこんにちは。2017年司法試験入門講座憲法模擬講義始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、今日は入門講義の模擬講義ということで憲法の13条、これを取り扱っていきます。で、この講座を受けられている方、憲法初めての方もいれば、それなりにやっているよという方もいらっしゃると思います。で、憲法にはね、最初なのでちょっとだけお話しさせていただきますと、人権というものがあります。で、これ6本、お持ちの方はですね、憲法の10条を引いてください。6本お持ちじゃない方もね、インターネットで見ている方もインターネットで条文引けますので、条文ね、見ながら聞いてくださいね。で、憲法10条は国民の要件って書いてるんだけど、その右側、あるいはネットだったら上側に第3章、国民の権利及び義務ってありますよね。これが人権と呼ばれるものです。国民の権利が書いてる。で、例えばね、21条を見てください。21条1項、集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。表現の自由、ここに書いてますよね。だから憲法21条1項で表現の自由が国民には保障されているのです。で、表現の自由が保障されている意味、これね、初学者じゃない方、学習経験者もですね、大事なんで、もう一回だけ確認ね。表現の自由は人権の中の自由権と呼ばれるものです。で、これの自由権というのは何かというと、これ人権の中にもいろんなものがあるのね。人権の中の一つの自由権と呼ばれるものです。これは国家の不作為、不作為はやるなということですを求める権利。これ何かというと、不作為を求める、国家に何もするなっていう権利です。つまり表現の自由があるっていうのは、私は講演で政治家を批判する演説をしてもいいということです。そして私の演説を国は邪魔するな、これが自由権と呼ばれるものになります。国はどうやって私の演説を妨害しようかというと、典型例は法律です。例えばね、講演で法律、講演で例えばね、国の政治家を批判すると下者に刑罰を科す。こういう法律ができたとします。講演で国の政治家を批判した者に刑罰を科す。これは表現の自由を邪魔してますよね。だからこれは表現の自由を保障した憲法21条に反する。で、これは無効ということになります。憲法に反する法律は無効になる。これ覚えておいてくださいね。憲法に反する法律は無効、これが自由権の効果です。で、人権一般じゃないんだけど、人権の主な効果です。まず人権というもの、イメージ湧いたでしょうか。じゃあ人権ってどういうものがあるのか。憲法14条以下にはいろんな人権が並んでいます。例えば14条1項ご覧ください。すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的、身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。差別されないということは、国民には平等に扱ってもらう権利がある。14条1項は平等権の規定です。で、他にもね、例えば20条1項、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。20条1項は国民には信教の自由がある。宗教を信じる自由、宗教を信じない自由、好きな宗教を選ぶ自由、他人に布教活動をする自由、宗教的な儀式を行う自由、宗教的な団体を作る自由、
こういうのをまとめて信教の自由というんですが、それが国民には保障されている。それが憲法20条1項です。このようにいろんな人権が並んでいますよね。14条以下、これをね、人権のカタログと言ったりします。人権カタログ、いろんな人権がリスト化されて14条以下に並んでいるからです。よろしいでしょうか。じゃあね、13条の話に参りましょう。今日のメインテーマです。憲法13条、すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。はい、前段は個人として尊重される、後半は幸福追求の権利があると言ってるわけです。では見ていきましょう。これセブンサミットってレックのテキストの抜粋ですけど、これ開いてください。このね、模擬講義のレジュメはセブンサミットと私の論証集からの抜粋です。第2章、包括的基本権と法の下の平等、いきましょう。で、第1巻、個人の尊厳、これはいいですね。個人の尊厳、個人の平等かつ独立な人格価値を承認すること。で、13条前段は国家が国民個人の人格価値を承認する。個人は立法その他国政のあらゆる場において尊重されるという個人主義原理、これを表明したものです。で、国家は個人を他の何者よりも最高の価値のあるものとして扱わなければならない。この個人の尊厳の原理は憲法の根本的原理であり、すべての法秩序に対する原則規範としての意味を持つ。こんなことが書いてます。で、これはまあ読み流していただいていいです。で、第2巻、生命、自由及び幸福追求、これ歴史的にはジョン・ロックから遡るんですが、ここは飛ばしていいです。担当対策としては必要なこともありますので、暇な時にさらっと読んでおいてください。ただね、私の講義は基本的に論文を見据えていきます。なぜかというと、論文書けなければ司法試験は受からないから、論文見据えた上で重要な点をいきましょう。で、114ページ行ってください。ここからがメインです。新しい人権の包括規定、1、憲法上規定のない人権が認められるか。ちょっと読んでいきましょうね。憲法は14条以下において具体的な人権規定を列挙しているが、これ以外の、これマークしてください、新しい人権、これが認められるであろうか。社会の変化により憲法制定当初は予定されていなかった権利を人権として認める必要性が生じていたため問題となる。これ何言ってるかというと、さっき人権のカタログ一部ですけど見ました。ここにない人権ってのは絶対に認められないのかという話です。例えばね、14条以下に書いてない、一言も書いてない権利として、プライバシー権、これが挙げられます。プライバシー権って何かというと、自分のプライベートなことを知られたくない権利とも言えますけど、もっと言うとね、自分が住んでいる住居の中に警察官が勝手に入ってこない権利、これもプライバシー権です。こういったものは守られないんでしょうか。あるいは個人情報っていうのは保護されないんでしょうか、憲法上で。ね、もっと言うと、自分の、ね、身体の自由、これね、31条以下にあるけど、強制的に、例えばね、憲法なんで歴史的な話をしますと、例えば昔障害者に対してね、強制的に妊娠したら堕胎手術をするとか、そういった国がありました。でもそれっていうのはおかしいですね、人権侵害とか。でも何条の問題になるんだろうって話が出てくるんです。そういった新しい人権、これ考えられるんですけど、これどうやって認めるかが問題となります。で、この点、なんかいろいろ書いてますけど、ここ見てください。判例通説は13条の幸福追求権は新しい人権を含む実体的権利であること、すなわち13条の法規範性を肯定する。ただしプライバシー権の請求的側面など具体的権利ではなく抽象的権利にとどまるものもある。ちょっと難しい書き方してますけど、13条から新しい人権が認められるということです。なんでか、憲法13条もう一回見てください。すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、幸福の追求に対する国民の権利ということは、国民には幸福を追求する権利がある。この幸福追求ってすごい広い概念ですよね。
この幸福追求って言葉に引っ掛けて、要するにプライバシー権が守らないと幸福追求ができないとやれば、13条を根拠にプライバシー権が認められるということになりますよね。新しい人権は13条を根拠に認められるということです。でね、これはね、論証集見ましょう。テキストのね、21ページ、これ論証集つけてます。論証っていうのは、解釈論上の問題点をですね、まとめたものを論証、あるいは論証集、論証パターンと言います。で、この論証を覚えないと、司法試験の論文問題は解けません。書けません。ですから、この論証を覚える作業っていうのが、司法試験の勉強の中心になってくるわけです。では見ていきましょう。ただ論証を覚えるにはね、理解しなければならないので、まず理解をしてください。14条以下にない人権を13条を根拠に認めることができるかということです。この点、憲法制定時に想定されていなかった権利でも、社会の変化に伴い憲法上保障する必要がある。例えば、まあ、実際に認められるかどうかは別として、環境権という言葉があります。これはね、良い環境で生きる権利なんですけど、この環境権っていうのが叫ばれた背景には公害問題があります。つまり、昔々公害なんかなかった頃には環境権っていうのがなかった。社会の変化に伴って環境権っていう権利が必要なんじゃないかと言われてきたわけです。ですので、社会の変化に伴い憲法上保障する必要がある権利がある。また13条の幸福追求権はマークしましょう。包括的権利としての性質を有しています。包括的権利というのは、いろんなことを含められる権利、幸福追求権だから、すごく広い言葉、いろんなものが入りますよ。そういったことをここで述べているわけです。したがって13条に基づいて新しい人権を認めることができる。これが一つの結論です。でもね、ちょっと考えましょう。13条は幸福追求権という包括的な言葉を使っています。じゃあ、どんな人権も認められるのでしょうか。どうですか。じゃあ、私にはこう今から言う権利ありますか。覚醒剤を使う自由、人を殺す自由、人の悪口を言う自由、人のものを盗む自由、こんな権利あるわけないですよね。まあ、もちろんね、覚醒剤に関しては人に迷惑かけないからいいじゃないかとか、そういう話はあるかもしれないけど、人を殺す自由はあるわけないですよね。ということで、何でもかんでも人権として認められるわけではない。では13条で認められる人権のグループと認められない人権のグループの切り分けの基準、これが問題になります。どうつけるか。しかし、ここですね、新しい人権を無制限に認めていくと、人権のインフレ化、これマークしましょう、が起こり、既存の人権の価値が低下する。これ何言ってるか。憲法上の人権というのは、ある意味ね、高尚な権利なんですよ。例えば信教の自由、私が信じる宗教は死んでも守ります。表現の自由、政治家を批判します、より良い政治を目指します。ある意味そういった高尚な権利が並んでるわけです。そこにですね、例えばお酒を飲む自由とか、タバコを吸う自由とか、そんなものが入ってしまうと、なんか人権って大したことないんじゃないかと思われてしまうわけです。そこで、既存の人権価値が低下するので絞る必要、また権利を認めていると裁判所の主観的な価値判断により権利が創設されてしまい、何が人権かを決まるのは本来憲法の問題なわけです。しかしながら、新しい人権というのは13条に基づいてこの権利が生まれるよ、判断するのはこれ裁判所なわけです。ここ分かりますか。憲法って人権をやっていく上でも、統治機構の話が重要になります。統治機構っていうのは国家の、政治の仕組みなんですけど、統治機構の核心はね、三権分立です。三権分立っていうのは、議会、日本でいうと国会、これが立法権を担り、政府、日本でいうと内閣
これが行政を担い、裁判所、これが司法を担う。というシステムです。よろしいでしょうか。で、憲法っていうのはどうやって作られるかというと、これね、96条を引いてください。憲法改正手続きがあります。96条1項。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。つまり国会が発議して、衆議院と参議院の3分の2以上を取って、国会がこういう憲法改正をしたいという発議をして、国民投票で決める。こうやって憲法の人権規定はできるわけです。でもね、13条によって新しい人権が認められるかは裁判の場で決まります。要するに、誰かさんがプライバシー権侵害されました、助けてくださいって裁判所で裁判を起こす、または起こされる。その中で司法権が、プライバシー権は13条によって導かれるんだと判断する。これおかしくないですか。本来国会と国民が決める人権規定が裁判所が決める。これはおかしいんじゃないか。で、もちろん13条があるからおかしくないですよ。13条から導いていいんですけど、13条ってね、逆に言うと国民と議会が13条っていう包括的な権利を作った。こっから新しい人権が導かれるっていうのは議会も国民も分かってる。だからいいんですけど、やっぱり13条から新しい権利をポンポン出しすぎると、裁判所がどん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 人権を作っていくことになる。だから制限しなくてはならないんです。これがね、裁判所の主観的な価値判断により権利が創設されてしまい、三権分立に抵触する恐れもある。そこで人格的制度に不可欠な権利に限って認めるべきである。人格的利益説、これが通説になります。人格的生存に不可欠なものだけが人権によって認められる。そういうことになります。でね、判例上認められるのはプライバシー権とかです。こういったものになります。逆に言うと、お酒を飲む自由、タバコを吸う自由、いや、確かに自由としては大切なんだけど、それはね、憲法上の権利とまでは認められない。人格的生存に不可欠ではないとして、人権ではないとされます。よろしいでしょうか。ただ注意してください。じゃあ人権じゃないから、タバコを吸う自由、お酒を飲む自由、これ国家がね制限していいかというと、そうではない。論証集の続き見てください。人格的生存に不可欠でないとして、憲法上の人権と認められなくても、ここマーク、権利の制約には比例原則等の縛り、これがあります。比例原則って何か、簡単に言うと、やりすぎはダメということです。法律のことわざにこういうことがあります。スズメを撃つのに大砲を使ってはならない。スズメを撃つのに大砲なんか必要ないですよね。やりすぎはダメだよっていう比例原則がある。なので、タバコを吸う自由を制限する、何も根拠がないのに制限してはなりません。例えばね、健康に害があるから必要最小限度の制約をしよう、その程度じゃないと許されないということで、比例原則との縛りを使っていくということになります。よろしいでしょうか。で、反対説として、で、これね、通説なんだけど、法律には大抵反対する説があります。いろんな議論がありますのでね、幸福追求権は、あらゆる生活領域に関する行為の自由を内容とする考える、一般的自由説、これもあります。で、これね、どういう説か、ちょっとセブンサミットで説明していきますね。これはね、2ページ目見てください。ここに新しい人権創設の基準っていうのがあります。で、考え方の筋道がガーって書いてあって、いろいろ書いてますけど、で、これはね、いわゆる論証ってやつです。
で、私の論証集つけてあるんですけど、まあ、セブンサミットはセブンサミットで見てください。じゃあ次ね、アドバンス人格的利益説で、ここでいろんな説があります。先ほど説明したのが人格的利益説、一方一般的自由説というのがあります。これは無限定説で、幸福追求権はあらゆる生活領域に関する行為の自由内容です。これは全てのものが人権として認められるという考え方です。タバコを吸う自由、バイクに乗る自由、髪型の自由、全て認められる。ただね、これ気をつけてくださいね。人権として認められると何でもかんでもやっていいかという、そうではない。あのね、憲法は2段階の判断を大抵します。まず1段階目、人権として保障されるか。で、例えばプライバシー権だったらイエスですよね、13条で保障される。あるいは表現の自由だったら、もう憲法21条1項に書いてるから、もう問題なく認められる。人権として認められるか、これでイエスだったら次のステージに移ります。公共の福祉というもので制約されます。公共の福祉による制約として許されるか。例えば表現の自由が私にあると言っても、他人の、ね、名誉毀損、他人の名誉を毀損するような表現、名誉を傷つけるような表現はしてはなりません。それは何かというと、私には表現の自由があるけど、公共の福祉っていうもので制約されているからです。なので公共の福祉による制約として許されるがイエスだったら、これ憲法に反しないことになります。合憲です。憲法に反しないことを合憲と言います。一方で許されないんだったらノーなら違憲ということになるわけです。で、何が言いたいか、これ一般的自由説に立って全ての行為は人権として認められるとする。例えばね、人を殺す自由が人権として認められるとしても、当然公共の福祉による制約として許されるかという判断があります。ここで人を殺す自由は当然公共の福祉で制約されるので、こう人を殺す自由を制約しても合憲ということになります。分かりにくいかな。例えばね、人を殺す権利、まあ、頭の体操だと思ってくださいね。自由が主張されているとします。これ人格的説からは、そんな自由はない、権利はない、そもそも権利じゃないって説。一方一般的自由説からは、権利はあるけど公共の福祉によって制限される。ということになります。結果として人を殺す自由は、権利はあるんだけど結局公共の福祉によって制限される結果、人を殺すことはできなくなります。なので結局どちらにせよ殺人罪、要するに人を殺したら罰せられますよね。それは人を殺す自由を制約しているわけですよ。人を殺すと死刑とかになるとすると、法律は人を殺す自由を制約している。
殺人罪は人を殺す自由を制約している法律ということになりますが、人を殺す自由の制約は許されるから殺人罪は合憲ということになる。殺人罪の規定ですね、正確に言うと。ということになります。で、ここ見ていただく通り、人格的利益説でも一般的自由説でも結論自体は正直そんなに変わりません。説明の仕方が違う。そもそも人権じゃないというか、人権だけど制限されるというか、それの違いではあります。よろしいでしょうか。じゃあね、今からは、一般的自由説ではなく人格的利益説を前提とした説明をします。じゃあここからね、じゃあこれは人権として認められて、これは認められないという判例を見ていきます。で、判例はね、司法試験では非常に大事です。これまず担当対策としてものすごい大事。で、論文のネタになるという意味でも大事です。では、3ページの下から4行目、3、プライバシー権いきましょう。で、プライバシー権っていうのが何か。定義。A 説はこうです。私生活をみだりに公開されない権利。こういうふうに考える説があります。これは公開されると初めてプライバシー権侵害となるという説。別にこれでもいいんですけど、これだとね、警察官が個人の家に入っていても、その警察官がみんなに公開しなければプライバシー権侵害とならない。でもね、警察官がね、令状もなしに、裁判所の許可状ですけど、そういったものもなしに家に入ってくるのは少し嫌ですよね。ということで、これだと狭いんじゃないかということで、B 説。これ通説です。覚えておきましょう。事故に関する情報をコントロールする権利と解する考え方があります。事故情報コントロール権なんか言ったりします。これは情報収集段階でもプライバシー権侵害になります。だからね、私の個人情報を国が勝手に集めるだけでプライバシー権侵害になる。自分の情報をコントロールする権利でね、これすごく広いんですよ。例えば警察官が私のプライベートの家に勝手に入ってきた、これも情報を取られるわけですから、自己情報コントロール権の侵害となる。いいでしょうか。これいわゆるね、プライバシー権の侵害だと思うよりももっと広い、情報を全部コントロールする権利、そういうことになります。いいでしょうか。じゃあね、憲法上の根拠、ある権利が新しい人権として13条によって保障されるためには人格的生存に不可欠な権利であることが必要である。ではプライバシー権は人格的生存に不可欠な権利と言えるのであろうか。その意味をいかに捉えるとかと関連して問題になる。じゃあこのね、自己情報コントロール権が人格的生存に不可欠じゃないとこれ認められないですね。そこで見ていきましょう。で、これまず考え方の筋道で見ていきます。高度情報化社会の現代においては、企業や国が個人情報を収集しており、そのために個人の自律的領域たる個人の秘密が脅威にさらされるという状況がこれ発生しています。で、このことから考えると、事故に関する情報をコントロールする権利としてのプライバシー権の保護はこれ人格的生存に不可欠だとしています。よって13条で保障されるということになっています。いいでしょうか。ただね、もちろん情報の内容によっては人格的生存に不可欠じゃないものもありますよね。だから何の情報に関するかというのはすごく大事な視点であります。いいでしょうか。じゃあちょっと判例見ていきます。まず宴の後事件で、これ地裁の判決です。で、憲法においては最高裁判所の判例が一番大切ですので、最高裁の判例とその他の裁判例って言うんですけど、地方裁判所とか高等裁判所、最高裁の判決とそれ以外は区別してください。最高裁が大切です。なのでそこまで大事じゃないけど見ます。近代法の基本理念の一つであり、また日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによって初めて確実なものとなる。いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解されるということで、本件ではプライバシー権の根拠が個人の尊厳に求められているということになります。で、エロス虐殺事件、これも高裁判決なのであっさり、人格的利益を侵害された被害者は、また加害者に対して現に行われている侵害行為の排除を求め、
あるいは将来生ずべき侵害の予防を求める請求権をも有する。でね、これ、まあ、私のクラスは民法終わってるんですけど、民法終わってない方ちょっときついかもしれないんで、民法終わった後これを見てください。民法やってる人、これね、プライバシー権とか名誉権っていうのは民法という物件のように扱われることがあります。物件のように扱われると何かというと、妨害排除請求権とかが認められるということです。本判決はここマークしましょう。名誉権やプライバシー権といった人格的利益の侵害に対して妨害排除、妨害予防の請求権が認められるとした、そういったものになります。この点につき、妨害予防という事前差し止めがいわゆる21条2項の検閲に当たるかという重要な問題、これも出てきます。いいでしょうか。事案、前科照会事件、これ大事ですね。これはね、 A ランクになります。区役所が弁護士からの前科及び犯罪歴の照会に応じたことがプライバシー権侵害にならないか争われた。ですね、これ区役所は、区役所というか役所はですね、前科の犯罪人名簿というものを持ってるんですね。犯罪人台帳だったかな。これなんでかというと選挙に使うからです。でそれをね、あっさり教えちゃったという話です。これマークしましょう。前科及び犯罪経歴は人の名誉信用に直接関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されない法律上の保護に値する利益を有する、こうされております。なのでこれね、名誉信用に関わる情報だ、前科は、それは法律上の保護に値する利益を有すると判例ははっきり言いました。で、117ページいってください。で本件と問題になるのは、第一にここマークしましょう。公権力がその保有する個人についての情報を不当に開示することがプライバシー権の侵害になること。公権力が例えばね、竹山の情報を公開することは竹山のプライバシー権侵害になります。なぜかというと、これは竹山のね、自己情報コントロール権の観点から言うと、竹山の情報が私の預かり知らぬところで公開されている、私の自己情報コントロール権の侵害になるからということになります。第2に、プライバシー権を優越させることが結局公務員の守秘義務の根拠を提供することになる点である。で、これ何かというと、プライバシー権を優越させるということは、前科答えなさいと公務員が言われても、いやいやそれは答えられません、むしろ答えてはならないという守秘義務の根拠になるという点である。なお本件はプライバシー権との文言及び憲法上の根拠については直接触れていない、そこまで判断していないということですが、まあ、前科は守られる利益があるとされました。じゃあ次ですね、指紋をなす拒否事件、これ B プラスランクです。指紋をなすを拒否したため起訴された外国人が、外国人に対して指紋をなすを義務付ける制度は13条に反すると争った。昔はね、外国人指紋を登録しなければならなかった。で登録しないと、拒否すると刑罰を科せられるという制度になってました。でその外国人がね、指紋をなすを義務付けるのは13条に反するんだとして争われました。じゃあまずね、指紋が保護に値する情報かというところに見ていきましょう。指紋はというところをマークしましょう。で、ここ飛ばします。それ自体では個人の私生活や人格、思想、心情、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、ここマークしましょう。性質上万人不動性、修正、普遍性を持つので、ずっとマーク。採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある、でずっとマーク。このような意味で指紋のオーナー制度は国民の私生活上の自由と密接な関連を持つものと考えられる。指紋っていうのはそれ自体では個人の人格とか分かりません。 でもね、性質上万人不動性、修正、普遍性、一生変わらないし、みんな違うので、採取されたり指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険がある。これ意味分かりますか。例えばね、私の指紋が警察を扱うことによって私の行動調査ができます。行動をすべて国家に知られること、
これはさすがに自己情報コントロール権の侵害だし、さらにそこからね、竹山の政治信条、例えばここの政党に出入りしてるとかまで分かれば、政治信条まで分かる恐れがある。政治信条とかそういった事柄までいけば、これやっぱり人格的生存に不可欠な情報が取られていると考えられるわけです。そういったことをここでは述べてる。指紋単独ではそんな重要な情報ではないけど、他のものと結びつけられれば重要な情報となりうる。そのロジックはしっかり身につけておいてください。じゃあ次行きましょう。憲法13条は国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、ここマークしましょう。個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有するものと言うべきだ。まずこれ認めました。指紋の押捺を強制されない自由は憲法上あるんだ。国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは同条の趣旨に反し許されないとした上で、ここマークしましょう。指紋押捺制度は正当な行政目的達成のために功績のない外国人の特定に、ずっとマーク、最も確実な制度として制定されたもので、これもマーク、立法目的に十分な合理性必要性があるとする。また押捺義務が次第に緩和され、対象も一指紋のみであり、ここもマークしましょう。強制も間接強制にとどまる。これは直接強制っていうのは外国人の手を持ってきて指紋をベタッと押させる。間接強制っていうのは押さなかったら刑罰を科す。間接強制の方が無理やりやらせる感がそれこそ間接的なので、規制対応が緩やかだと考えられております。で、方法としても一般的に許容される限度を超えない相当なものであるとした。よって合憲なんです。つまり指紋押捺を強制されない自由っていうのは人権として認められるんだけれども、今回の外国人に指紋押捺を強制させる制度は公共の福祉による制約として許されると判断した判例です。よろしいでしょうか。じゃあここでね、大事なことを言います。で、判例がね、公共の福祉のよ、え、制約として許されるかどうか、これ審査基準っていうものでね、大抵考えるんですけど、その際に重要な視点が目的、特に立法の目的、なんでこの法律があるのかって目的をまず考えます。目的が合理的かっていうのを考えます。そしてあとね、この立法目的達成のための手段、方法ね、手段として合理的か、この目的と手段で考えるっていう手法、これぜひ押さえておいてください。目的と手段でアプローチしていきます。よろしいでしょうか。で、次の再犯平成9年11月17日、これはいいです。で、その次の法的性格いきましょう。複合的性格の人権である。括弧1、自由権的側面。まずね、プライバシー権は自由権的側面があります。国家に対して邪魔するな。これ何かというと、国家が個人の意思に反して接触を強要し、みだりにその人の関する情報を収集し利用することが禁止される。いきなり警察官がやってきて、自分の家を荒らされるということはありません。プライバシー権という自由権があるから。いいでしょうか。じゃ次にね、これ大事なんですけど、社会権的側面、これもあります。自己情報コントロール権とすると、国がね、自分の情報を不当に持っていた、それは削除しろと言えますよね。あるいは自分の情報を間違った情報として登録していた、それは登録を変えてくれと言いますよね。 これが社会権的側面で、国家機関の保有する事故のついての情報の開示や訂正削除を請求できる。これが社会権的側面です。で、裁判規範制、これ裁判として使えるかということです。自由権的側面は肯定です。当然ね、自由権の場合は権利内容が明確で裁判所の判断が容易である。で、社会権的請求権的側面、これは争いがあります。何かというと、抽象的には国に対し自分の情報を削除してくれ、こういう権利は抽象的にはあります。でも削除依頼って、例えばね、誰にどの機関にどういう請求をするのか、書式フォーマットは何かとか、細かいことを決めていないと実際にはできないですよね。なので、
法律の定めがないとできないんじゃないかという争いがあります。でですね、ここでですね、一つ論証を見ていきましょう。あ、これはね、そっかそっか、でこれいろんな説があるんですけど、これね、社会権的請求権的側面、抽象的権利だという説が通説なので、それを見ていきたいと思います。で、抽象的権利って何か、これ権利ではあるんだけど直接請求はできないんです。これはね、法律の規定があって、初めて主張できる権利という意味です。何を言ってるか、例えばね、自己情報を削除してくれっていう自己情報削除請求権、これは自己情報が大切なんだったら13条から権利として認められます。ただね、これ法律の規定がなければ、法律の具体的な規定がなければ、なければ裁判で使えないということです、抽象的権利。自己情報削除請求権って確かに抽象的な権利としてはあるんだけど、法律でね、具体的な手続きの中身とか定められてないとそれは使えないよ。じゃあこれ憲法で定めた意味は何かというと、法律の具体的な規定があれば、その解釈の中で憲法上の人権に重きを置いた解釈をしろと。請求できる、そういう意味なんですね。これが抽象的権利の意味です。表面上でね、法律の規定があって初めて主張できる、これだけは覚えてもいいんですけど、論文で使うという観点からは結局ね、法律の具体的な規定がなければ裁判ですからね。具体的な規定があったら、その解釈の中でこの人権の価値に重きを置いて解釈をしろ。これをね、最近の学者の先生は憲法適合解釈請求権なんか言うんですけど、
こういったことを言える、権利ということです。ここまで知らないと論文では使えないので、ぜひ知っておいてください。憲法適合解釈請求権ですね。なので結局プライバシー権の社会権的側面、請求権的側面、国に対して自分の情報を削除してくれとか、そういった権利は抽象的権利ということになってきます。よろしいでしょうか。じゃあここでですね、ちょっと論章を見ていきましょう。レジュメのですね、これ21ページですね、論章20というところを見ていきましょう。これ判例ベースにした問題です。例 X が Y 地方公共団体の公文書公開条例に基づいて自己情報の開示を請求した。しかし当該条例の中には特定の個人が識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと認められる事項について非公開とする条項があり、 Y 地方公共団体右条項に基づいて X の開示請求を不許可処分とした。これ分かりますか。公文書公開条例というのがありました、この地方公共団体には。だから、公文書を公開してくれるんですね。でも個人情報が入っているものは公開しないという条項がありました。これ当たり前ですよね。例えば竹山が、ある県に公文書を公開してください。その中に A さんって他人の情報が含まれていた。そうすると、県の方は A さんの個人情報が載ってるからあなたには公開できません、拒否できますね。そういった条項が入ってました。でもね、今回の事例違うんですよ。竹山が公文書の公開を請求した。すると県はこう言いました。これは竹山という人の個人情報が入ってるから公開できません。いや、確かに機械的にね、条文を適用すればそうなんですよ。他人の個人情報が入っていれば公開できない。でもいいじゃないですか、自分の個人情報だからっていう事件ですね。要するに X さんが請求したら、これね、 X さんの情報が入っているから非公開とします。そういった決定がされました。 X の開示請求を不許可処分とした。で、そうすると X はこう考えました。いやいや、自己情報開示請求権があるんだ。これ自分の情報をコントロールする権利の一つですよね。自己情報コントロール権の一つであるX は自己情報開示請求権に基づき自己情報の開示請求をすることができるかという問題です。で、まずこういった問題が出ると自己情報開示請求権というのが新しい人権として認められるかという論章を書いてください。で、これ先ほどの人格的生存説、人格的利益説の論章を書きます。書いた上で、そして自己に関する情報をコントロールすることも人格的生存に直結することがあるので、人格的生存に不可欠な自己情報コントロール権も認められる。まあ、これ情報によるんですけど、人格的生存に不可欠な情報のコントロール権は認められるということです。じゃあ次ね、ここで公権力による個人情報が独占管理される今日においては、公権力に把握されている自己の情報をコントロールすることはまさに人格的生存に直結するといえ、 X の自己情報開示請求権は13条によって保障される。これを言います。まあ、このあたりはですね、自分なりに考えて書いてください。論章っていうのは、例えばね、さっきの人格的生存に不可欠って論章、これはね、あらかじめ準備していかなければなりません。ただ個々の人権がね、じゃあこれ人格的に生存に不可欠かどうかは、これ現場で考えます。人間は暗記できる量には限界がありますので、大事なものだけ覚えていく。で、大事じゃないもの、よく出てこないものに関しては現場で考える。そういうふうにいきましょう。じゃあ次ね。で、なお、これマークしましょう。自己情報開示請求権は抽象的権利であるが、今回条例が制定されていますね。まあ、法律が制定されると、そこの解釈で憲法上の権利を読み込める。条例も法律と一緒ですので、法律が制定されている以上、これもマーク、13条の趣旨を条例に読み込んでいくさ権利を主張できるということになってきます。よろしいでしょうか。じゃあそしてですね、当該条例の非公開条項の趣旨から遡って書いてます。なんで人の個人情報が入っているものは非公開にできるかというと、マークしましょう。そこに記載されている個人情報が当該本人以外のものに公開されることによって、当該本人のプライバシーが侵害されることを防止することにある。
プライバシー侵害を防止なんだとすれば、ここマークしましょう。本人の開示請求であれば自己情報の開示請求を許可してもかかる趣旨に反しない、自分の情報なんだからいいじゃないか。したがって13条当該条例の非公開条項に読み込むと、自己情報に関しては開示を認めていると解釈できるので、よって X は自己情報開示請求権に基づき自己情報の開示を請求することができるということになります。よろしいでしょうか。まあ、論文ってこんな感じで書くんだなというイメージをつけてください。でよろしいでしょうか。じゃあ次ですね、120ページいきましょう。あのね、119ページの論証は、論証じゃないや、裁判例はこれあんまり、覚える必要がないものです。で120ページって早稲田大学後援会名簿提出事件、これは B プラスランクの非常に重要な判例です。で見ていきましょう。これは早稲田大学 Y が江沢民中国国家主席の講演会に先立ち、参加希望者の氏名等の記入をした名簿の写しを警備のため警視庁に提出したため、 X らは本件名簿の写しの提出によりプライバシー権を侵害されたとして Y に対し損害賠償を求めた。これは参加者がですね、名簿と参加者のね、住所とか名前とか電話番号とか書きますよね、講演会に参加するとき。その名簿を早稲田大学が勝手にですよ、勝手に提出した事件です。もちろんこれね、最初に警察に提出する可能性がありますとか、そういった断りがあればこんな事件にならなかったんです。勝手に提出したんです。見ていきましょう。で今回は情報はこれなんですよね、学籍番号、氏名、住所及び電話番号を提供しただけだ。は Y が個人情報識別等を行うための単純な情報であって、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないが、マークしましょう。このような個人情報についても本人が事故が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えるのは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、ここをマークしましょう。 X らのプライバシーに関わる情報として法的保護の対象となるとしました。でこのようなプライバシーに関わる情報は取り扱い方によっては、個人の人格的権利利益を損なう恐れのあるものであるから、マークしましょう。慎重に取り扱われる必要があり、ここもマーク。 Y は X らの意思に基づかない、自らにこれを他者に開示することは許されない、ここまでマークしましょう。本件では Y が開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられ、それが困難であったと特別の事情は伺われないことから、そうですよね、本件個人情報を開示することについて X らの同意を得る手続きを取ることなく、 X らに無断で本件個人情報を警察に開示した Y の行為は、 X らが任意提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものだから、 X らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するということになります。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、再犯平成20年3月6日いきましょう。これ住基ネットについて争われた事件で、ランクとしては B プラスランクになります。じゃあいきましょう。住基ネットは氏名、生年月日、住所、性別、住所の4情報及び住民票コード、その変更情報以上本人確認情報を管理利用とする。 X らは住基ネットへの本人確認情報の提供とその利用により、プライバシーの権利等の人格権を侵害され精神的苦痛を受けたとして、その居住する市に対して国家賠償請求をしたという事案です。で憲法13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、ここマークしましょう。個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有するものと解される。これ最高裁が京都府学連事件というものではっきり認めました。憲法13条は個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報みだりに第三者に開示または公表されない自由、これを有するんだとしています。しかし4情報はこれマークしましょう。一定の範囲の他者には当然開示されていることで、予定されている個人識別情報であり、変更情報、住民票コードも秘匿性の高い情報とは言えない。また
本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに、また正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示または公表される具体的な危険が生じているということもできないし、さらに住基ネットを利用したデータマッチングや内容性の具体的危険も認定できない。まず4情報はそんなに秘匿性の高い情報とは言えないとした上で、もちろんね、秘匿性の高くない情報も使われ方によって危ないですよね。でもそういった危ない使われ方がするような特段の事情もない。そうするとここマークしましょう、同意なき住基ネットへの情報利用は個人に関する情報みだりに第三者に開示公表されない事由を侵害するものではない、そういうことになります。よろしいでしょうか。121ページ、自衛隊情報保全隊による情報収集とプライバシー権、これはいりません。でその下5、プライバシー権侵害とその救済方法の、整理、これはですね、もうちょっと憲法が全体が進んでから見た方がいいので、今の段階では省略して結構です。で122ページ、括弧3、比較的新しい今日的具体例、これね、要するに世の中に防犯カメラいっぱいあります。これ憲法上どう考えますかという話になります。ただこれはね、刑事訴訟法でやってからの方が分かりやすいので刑事訴訟法に回しましょう。で次4、名誉権、名誉、これもですね、憲法13条から保障されます。見ていきましょう。でこれ北方ジャーナル事件は A ランクなんですけど、名誉を違法に侵害された者は人格権としての名誉権に基づき加害者に対し現に行われている侵害行為を排除し、また将来生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差し止めを求めることができるものと解するのが相当である。あの名誉権も憲法13条から導かれます。そして名誉権に基づいて物件的請求のような妨害予防排除請求権、妨害予防請求権ができる、これも押さえておいてください。じゃあ次ね、環境権です。で環境権に関してはですね、これ内容について学説上対立があります。まずね、判例によっては環境権これ認められておりません、おりませんが学説によっては、認める説が多数です。で注意してください、憲法で判例で認められてませんというのは判例が否定してるっていう意味と判例が判断していないっていう意味の2つがあります。環境権に関しては判断していないんです。これ別に判例は否定してるわけではありません。じゃあちょっと見ていきましょう。123ページ、憲法上の根拠、まあ、これ学説で押さえましょう。環境権について憲法上明文はない。しかし環境権について今日人権として保障すべきことは学説上異論はない。そこで環境権の憲法上の位置づけが問題となる。考え方の筋道、そもそも環境権とは良好な自然ないし人工的環境を共有する権利であるが、このような環境権は13条の幸福追求権の一内容として保障される。なぜなら13条は人格的生存に不可欠な権利を包括的に保障、そしてこれマークしましょう、良好な環境を享受することは人格的生存に不可欠だからだということになります。さらに社会権の相続的規定である25条の生存権によっても保障されていると解するわけです。なぜなら環境権は環境を保全することによって人の生命と健康を保持し人間らしい生活を営むことを可能にする要求する社会権的側面も有する権利であるから、なのでまあ13条と25条によって二重に保護、これが芦部先生の見解です。ただまあ13条によって保護でもいいです。まあ、このあたりはさらっといきましょう。あとですね、124ページ、まあ、法的性格、ここはねそんなに出るところではないので、まあ、さらっと見ておけば十分です。で125ページの判例も、特にいりません。環境権に関してはそんなに出るところではないので、今見たところ13条と25条によって二重に保障されるとか、そのあたりをさらっと見ておけば十分です。じゃあ125ページの真ん中や下の6、自己決定権で、自己決定権はかなり重要です。むしろね、アメリカなんかの幸福追求権、新しい人権はこの自己決定権を中心に論じられてきました。見ていきましょう。個人は一定の重要な私的事項について公権力から干渉されることなく自ら決定することができる権利を有し、それは幸福追求権の一部を構成する。これね、深刻な問題があります。例えば治療拒否、あなたこの治療しなきゃ絶対に死にますよ、
いやいや、私は信念からそういう治療は受けられないんです。もっと言うと尊厳死の問題とか自殺の問題、自殺する権利なんかないって考えてる人いるかもしれないんですけど、本当にね、不治の病で治療法がない、もう苦しくて死にたい、そんな人が尊厳を保ったまま自殺する権利あるんじゃないかと議論はされますよね。その他に家族の形成、避妊や堕胎、アメリカなんか堕胎ができるかどうかってすごく揉めてますよね。あと服装、髪型、喫煙、趣味など、こんないろんな事項があります。じゃあ次行きましょう。126ページで、ここも人格的利益説についてはですね、で論じていくと、結局各々の自己決定権が人格的生存に不可欠かどうか、ここが問題になってきます。で例えばね、これ髪型の自由、これが人格的生存に不可欠か、これ3通りの考え方があると言われています。まずは人格的生存に不可欠だから認める、人格的生存に不可欠じゃないから認めない、あとはですねこんな説があります。これは面白いんで見ておきましょう。でね、まあ、メジャーな学説としては2つだと思います。人格的利益説に立って、髪型の自由は人格的生存に不可欠までとは言えないから人権ではないってする説。もう一つはこれね、芦部先生の有名な見解なんで覚えておいてください。3行目から。芦部先生は髪型の自由につき、身じまいを通じて自己の個性を実現させ人格を形成する自由であり、精神的形成期にある青少年にとっては成人と同じくらい重要であるとして積極説に立つ。これどうでしょうか。これね、要するに大人は髪型の自由、これ人権ではないです。でも中学生ぐらい、中学生っていうのは表現手段に乏しいですよね。もちろん今ツイッターでつぶやいたりできますけど、表現手段が大人より乏しい、大人より乏しい中学生ぐらいの青少年にとっては髪型で自己を表現する、これっていうのは自分の人格的生存に不可欠なんだと考えることができる、そういったロジックですね。そういった説もあるというのは押さえておいてください。であとどんどん、あとは判例を見ましょう。126ページ下から3行目、ドブロック裁判で、これ別に B ランクです。これ何かというと、無免許で酒類を製造したものを処罰する酒税法の規定は、自己消費目的の酒類製造も制約するので13条に違反するものではないか争った。これ何かというと、酒税法っていうものでお酒を作るのは免許制になってます。無免許で作れない。じゃあ自分でね、ドブロク作りたい人は、お酒作りたい人は免許を受ければいいというと、これね、ある程度大規模に製造する業者じゃないと免許が下りないんです。つまり自分で飲むために酒を作ることは日本では認められてないということで、127ページ、いきましょう。自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任することは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想される。これ意味わかりますか。これね、なんで個人消費目的の酒類、酒の製造に免許が下りないかというと、大規模な業者しか下りないかというと、小さいところから税金が取れないという話です。酒税っていうのがあるんですね、お酒の税金。それをちゃんと取りたいところから大規模な業者にしか免許が下りない、そういった法律の規定になってます。これを放任するときは、酒税収入減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されることから、ずっとマーク、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造したものを処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し著しく不合理であることが明白であるとは言えず、憲法31条13条に違反するものではないとしました。いいでしょうか。そしてね、これね、横に書いてください。著しく不合理であることが明白である場合のみ違憲となってますよね。これ横に明白性の原則と書いておいてください。これものすごく緩やかな基準です。緩やかな基準というのは法律が合憲になりやすいということです。そして、判例の傾向です。判例の傾向は、税金が絡んだ問題、租税絡みの問題には極めて緩やかな基準を使います。これは知っておいてください。ただね、逆に言うとアスタリスク見てください。
このように判例はドブロク作りが指示に関する自己決定権の行使として幸福追求権の一部を構成することを認めている、権利としては認めているということになります。じゃあ次ね、宗教的理由による輸血拒否というものをいきましょう。これ A ランクになります。すごく大事な問題です。X は昭和4年生まれで昭和38年からエホバの証人の信者であり、その教義上の理由から輸血を拒否する意思を有していた。平成4年6月に悪性肝臓血管腫の診断を受け、 X は絶対的無輸血による手術を希望したが、診断を受けた病院では断られた。その後 X は Y が開設する A 病院が無輸血手術を行っていると聞き、 A 病院の医師に絶対的無輸血の意思を示した上で入院した。その際に医師らは本人の意思を尊重する旨回答したが、これ重要ね、絶対的無輸血の意思を表示した、私は絶対輸血受けたくありません、大丈夫だと医者が言ったんです。ここがポイントです。A 病院ではしかもね、外科手術を受ける患者がエホバの証人の信者である場合に信者の意思を尊重しできる限り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない場合には輸血をするという方針を採用していた。もっとも X の主治医 B だはここね、 X の手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識していたが、 X に対し状況方針を説明せず輸血する可能性があることを告げなかった。その後の手術で B らは X 救命のためやむを得ず輸血をしたという事案です。これね、憲法でも法律何でもそうなんですけど、事案がすごい大事です。今から言う事案と違いますよね。これは医者がやっぱこれ輸血しないで手術できるなと思ってたんですけど、予想外の事態が発生してやむを得ず輸血をして命を救った、この事案と違いますよね。医者はこれ輸血する可能性があるなと知っていたけど告げなかった、そういう話です。上記事案において X は本件手術を含む診療契約には絶対的無輸血の特約が成立しており、これに反して輸血したことが債務不履行にあたると主張し、仮に前期主張が通らなくても B ら医師が治療方針について説明したことが不法行為、損害賠償を求めて提訴ということです。判事ご覧ください。裁判所は債務不履行責任を認定した上、否定した上で不法行為責任について次のように判事した。相当な手術をしようとすることは人の生命及び健康を管理すべき業務に従事するものとして当然のことであるということができず、しかしここからマークしましょう。患者が輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療公費を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、ここマークしましょう。 X が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して A 病院に入院したことを B 氏らが知っていたなど本件の事実関係のもとで、 B 氏らは手術の際に輸血以外に救命手段がない事態が生ずる可能性を否定しがたいと判断した場合には、 X に対して A 病院としてはそのような事態に至ったときは輸血するとの方針を取っていることを説明して、 A 病院への入院を継続した上、 B 氏らのもとで本件手術を受けるか否かの X 氏の意思決定に委ねるべきであったと解するのが相当であると判事しました。で次ね、16ページ行っていただいて、ところが医師らは本件手術に至るまでの約1ヶ月の間に手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、 X に対して A 病院が採用していた右方針を説明せず、同人および非上告人らに対し輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し右方針に従って輸血をしたのである。そうするとここからマークです。本件においては B 氏らは右説明を怠ったことにより X が輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものと言わざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負う、そういう話になってきます。よろしいでしょうか。で128ページの真ん中の弁護士の所属団体な、これはいりません。で129ページの少年犯罪の実名報道、これもいりません。130ページの真ん中、再犯平成15年3月14日、これ見ていきましょう。
でこれは犯行当時18歳の X は平成6年9月頃他の少年らと共謀の上連続して犯した殺人強盗殺人死体遺棄等の4事件により起訴された。 Y 出版社は平成9年7月31日発売の週刊文春史上に少年犯残虐法廷メモ独占公開などという表題のもとに記事を掲載したが、その中に X について仮面を用いて法廷での様子犯行対応の一部経歴や交友関係等を記載した部分があった。X は本件記事により名誉毀損されプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償請求。でこれ少年法61条が少年の名前とかを推知分かるような報道をしてはならないという規定があるんですね。でマークしましょう。少年法61条に違反する推知報道かどうかはその記事等による不特定多数の一般人がそのものを当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断するところ本件記事は X と特定するに足りる事項の記載はないから不特定多数の一般人が本件記事により X が当該事件の本人であることを推知することができるとは言えない。したがって本件記事は少年法61条の規定に違反するものではないとしました。さらに括弧に、じゃあ少年法の規定に違反しなくても本件記事がプライバシー権侵害ではないか見ていきましょう。本件記事が X の名誉を毀損しプライバシー権を侵害する内容を含むものとしても、ここマーク、本件記事の掲載によって Y に不法行為が成立するか否か非侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し個別具体的に判断すべきものである。またここマーク、プライバシー権の侵害についてはその事実を公表されない法的利益とこれを公表する利益に関する諸事情を個別具体的に審理しこれらを比較考慮して判断することが必要である。プライバシー権侵害には比較考慮の手法を使った、これはすごく、画期的なことで覚えておいてください。比較考慮というのはプライバシー権侵害の度合いと本件報道すべきみんなの利益、これを比べてどっちが上かで判断する。プライバシー権を守るべきだとしたら不法行為損害賠償請求ということになるし、報道させるべきだとしたらプライバシー権の方はちょっと我慢してねということで損害賠償は認められないということになります。で、これ最高裁なんで高等裁判所に差し戻して、もう少し考えなさいと言いました。いいでしょうか。で131ページストーカー行為規制法、これはそんなに大事じゃありません。で国籍留保制度、これは地裁判決なのでいりません。で132ページいきましょう。7肖像権で、これは肖像権を判断した判例がある京都府学連事件があるのでこれ A ランクです。でこれは刑訴でもしっかりやります。デモ行進の際に警察官が被告人の同意なくして被告人を写真撮影した行為、現場写真撮影が肖像権侵害にならないかが争われた事件です。憲法13条は国民の生活上の自由、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定している。そしてここからマーク、個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりにその要望したいを撮影されない自由を有するものというべきである。ここを覚えておいてください。で判例はこれを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも警察官がからマークしましょう、正当な理由もないのに個人の要望を撮影することは憲法13条の市販し許されないものと言わなければならないということで、判例は何人もその承諾なしにみだりにその要望主体を撮影されない自由、これを憲法上の権利として認められました。しかし個人の自由も公共の福祉による制限を受けるかが警察官が犯人もしくは第三者の要望を撮影しても許容される場合がある。そして許容されるのは、ここマークしましょう、現に犯罪が行われもしくは行われた後に間がないと認められる場合、これ1と書いてください。1であって、証拠保全の必要性及び緊急性、これ2って書いてくださいがあり、かつその撮影が一般的に許容される限度を行い相当な方法、これ ③ と書いてください、思って行われる時である、かかる基準に調すると本件写真撮影は適法であるということになります。でこの ① ② ③、刑事訴訟法でどうせ覚えますので覚えちゃってください。で刑事訴訟法では警察官が例えばね、犯人と思われる人の写真を撮影した、これが適法かって問題が出て、この ① ② ③ の基準を書いて具体的事情を当てはめるといったことになります。ただ憲法ではこれ担当対策としては非常に重要でありますので覚えておいてください。
でここに書いている通り、本件判決はこれを肖像権と称するかどうか別としてと断り書きしているが、示された事由の内容は肖像権であると言って、まあ、実質肖像権として書いていっていいでしょう。そういった判例になります。はい、よろしいでしょうか。失礼しました。憲法13条に関しまして、まず論文で結構出ます。普通に出ますので、論文対策として用意しなければならないし、担当ではやっぱり判例の知識が問われますので、判例はしっかりやっておきたいところです。で、論文対策としてはまず人格的利益説の論証を書けるようにして、あとはこれにね、当てはめる、具体的事情の当てはめが13条は勝負でありますので、当てはめの練習もしていってください。当てはめの練習するには、まず判例を見て、判例の当てはめの仕方を学ぶ、これが第一段階。さらにこれ問題演習ですね。問題を解いて、ある程度長い事例問題を解いて当てはめをしていく、練習をしていくということになります。ただね、長い事例問題っていうのはやっぱり憲法それなりにできてからじゃないとできませんので、まずは皆さん論証を理解して覚えて、あと判例を理解する、そこからスタートしてください。今回の、ね、講義で皆さん憲法13条を、ね、少し得意分野にしていただけると、大変こちらも、嬉しいです。それでは入門講座憲法模擬講義、これにて終了いたします。お疲れ様でした。